石川大賀君 立憲民主社民の石川でございます、えー、と昨日の打ち合わせで質問用紙のです、ね、通告の1と2、ADR 法案と,、えー、と入管行政について、これ、逆さにしますというお話をしたんですが、えー、ちょっと入管庁の問題がです、ね、たくさん出てしまって、えー、ADR の方やれないとまずいので,です、ね、えー、すいませんが、またあの通告通りに戻しまして <laughs>、申し訳ないんですが、えー、と一番最初に ADR をやらせていただいて、残りの時間で入管行政あの、質問したいと思いますので、よろしくお願いいたします。えー資料 などすいません。よろしくお願いします。えっ、ー、と adr 法についてご質問したいと思います。まあ、衆議院の審議では adr 法の利用件数が少ないま要因として認証 adr による和解合意に基づく強制執行ができず、えその実効性が担保されないとまいう制度上の課題と認証。adr の存在やメリットなどが国民に十分認知されていないことがま大きな原因だというふうに大臣がもおっしゃっていますえ、今回ま知人に少しですね。周りの知人に聞いてみたんですが、えこの制度を知っている人。 ほとんども皆無に等しいというような状況でしたまあ今後周知に力を入れていくというような答弁されていますけれども具体的にどのような方法で広報,、えー、広報手段で周知徹底を図っていくのかお知らせください法務省大臣官房竹内司法法司法法制部長お答えいたします委員御指摘のようなあ認証 ADR のメリットといたしましてはあ厳格な裁判手続きと比較した場合には 利用者の実勢を生かした解決が可能であることや、手続きが非公開であり、当事者のプライバシーや秘密の保持が可能であること、あるいは迅速で、廉価な解決が期待できることや、問屋の分野の専門家の知見を生かしたきめ細やかな解決が期待できることなどが指摘をされているところでございます。 この ADR はご指摘のようなものも含めまして、事案の性格や当事者の実情等に応じた紛争解決を図ることができる手続きでありまして、裁判手続きと異なるメリットを有する紛争解決手続きを選択できるようにしたいというふうに我々も考えておりますので、今後も広報に向けて、趣旨徹底をしていきたいと考えております。石川大学君。はい あの私は LGBT の人権問題、ずっと20年以上取り組んでおりまして、まあ、この制度、LGBT の人たちが使いやすい制度なんじゃないかなというふうに思いました、つまりプライバシーが守れるという,、まあ、いう匿名性があるということですね、私の友人にです、ね、まあ、知人に LGBT に理解のある会社であるということで、 まあ、セクシャリティをオープンにしてこう入社をしたんですけれども、まあ、入社後、第三者である取引先の企業の方にです、ね、あのまあ飲み会の席などで、まあ、こ,の方はこの人はゲイなんですよというようなことで、まあ、アウティング、いわゆるばらされてしまったということで、まあ、会社の社長に抗議をしたところです、ね、まあ、謝罪をされるのかと思いきや実、逆に精神的なパワハラを受けて、まあ、心を病んでしまい、休、ま、職、あ、に追い込まれたというような人がいます。まあ、このの知人はです、ね、会社にまあ医師の診断書を持って行ってて行、まあ 願い横を出したところ、まあ、その日のうちに一方的に解雇を言い渡されてしまったということです。まあ、会社側は一方的に即日解雇をしたにもかかわらず、まあ、自己都合退社ということで、まあ、退職月の給料も払われないといったまあひどい扱いを受けたという事例を聞きました。まあ、その方は所轄の。 えー、新宿労基所に行ったわけですけれども、まあ、自己都合退社ではないわけですから、まあ、退職理由を訂正すること、そしてまた、えー、退職月の給料をまあ払ってくださいということを会社側に要求したいということを言ったんですが、まあ、裁判で争うしかないという案内をされたということで、ただ、裁判となりますと、まあ、自分の本名と、そしてまあ当然、 事柄の性質上、セクシャリティ自分がまゲイであるということを明らかにしなきゃいけないということで、まあ、なかなか一歩踏み出せず、結局、泣き寝入りというような状況になったと。 まあ、まさにこのようなときにです、ね、この解決サポートのような制度があることによって、えーまあ、救われる事例もあると思います。まあ、案内が労基署にあれば、まあ、裁判でなく非公開の形で、えーまあ、この制度を活用して、問題を解決することができると思うんですが、まあ、ちょっと厚労省の問題とも絡んできますが、まあ、働く人にとって身近な労基署にも、ぜ、ま、ひ、あ、法務省から積極的に案内をいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか竹内部長。 お答えいたします。 委員御指摘のように認証 ADR はまあ手続きが非公開でありまして当社のプライバシーや秘密の保持が可能であるというところに一つの特色がございますそこで委員御指摘のような例を含めましてそのような事例の紛争解決にも十分活用いただける手段ではないかというふうにも考えておりますで我々といたしましてはこの認証 ADR を法務省のホームページの掲載やパンフレットの配布を通じまして相談機関等に周知をしていくというような広報活動 今回の法改正も踏まえまして、また広報,広報活動を徹底していきたいと考えております石川大学君。 ADR 法に関しましては、先ほどからご答弁をいただいていますとおり、非公開で問題を解決できるなど、ま、自らのマイノリティ性を明らかにすることが困難な LGBT の当事者や、その他、多くの方々にとってもやはりメリットの大きい制度だというふうに思っています。ぜひ大臣から LGBT 当事者やさまざまな事情で公開の裁判、これ、ハードルが高いというふうに感じている方に、ぜひこの制度を使っていただいて、問題解決をしていただきたいというメッセージがあればいただきたいと思います。 斉藤法務大臣あの石川委員おっしゃるとおりだと思います、せっかくこの制度の整備をです、ね、さらに前進させていくわけでありますから、一人でも多くの方にお使いをいただきたいというふうに思っています、え繰り返しになりますが、あの一番重要なところは、まあ、手続きが非公開だということでありますので、えー、ご指摘のような LGBT の方にはです、ね、これ、むしろ使いやすい制度になっていると思います。 で労基署の話がありましたけれども、やはり労基署なんかに相談があったときに、裁判しかないっていう言い方が、ですねやっぱり蔓延しているということはよくないと思っていますので、えー、関係機関に対して、ですねあの裁判だけじゃなくて、こういう手段もあるということを、まあ、どのように周知していくかについては、ちょっと検討したいなと思っています石川大学。君。 まあ、なかなか LGBT の皆さんへということでパンフレットを作るというのは難しいと思いますけれども例えば例示をこう示す中に、まあ、いくつか入れてみるとかですねあとまあこう認証 ADR というのを調べてみますとこう専門ごとになっておりますので、まあ、そういった意味ではそういったあ認証 ADR の皆さんにこうしたマイノリティの皆さんが使う可能性があるとで偏見や差別がないようにというような、まあ、そういったこともぜひお願いをしたいということをお,お願いをしたいというふうに思っています。そそしてのの後お入管の問題に移りたいと 思いますけれども えーまあ、今まで、えー、各委員の皆さんからも、前回の委員会の中でもお話がありましたが、えー、今週の月曜日、7時間、本当に長時間でした、9時から終わったのが5時過ぎですけれども、えー、7時間にわたるビデオ、上島さんの教室のビデオを見させていただきました、えー、衆議院の方でも見たわけですけれども、衆議院は裁判の方に提出をされた5時間ということで、えー、これ、両方見た我が党の蒲田理事がですね、だいぶこれ、今、えー、 イメージが違うとつまり我々が見たものと、えー、衆議院のほとだいぶイメージが違うというふうに言っております、えーまあ、これをですねやはり本委員会でもまた改めて大変なんですけれども、これは見るべきなんじゃないかなということで、ぜひ委員長、お取りただいまの件につきましては、五国理事会において協議いたします。 はい、石川大君入管庁にお願いですけれども、えー、7時間初めて見させていただいて、えー、やっぱりこれ、生と同の部分があるんですね、7時間、もう、えー、VTR がですね画像があこういろいろ動いていると、上島さんが動いたり、いろんなこう動いたりこう、なんていうんでしょう、出入りがあったり、食事したりとか、何かこう。 点滴はされてないわけですけれども何か医療的な行為があったりとかってなんかそういうものかなと思ってたんですがこの「生」と「動」があって意外と上島さんが寝てるだけのですね映像が20分ぐらいこう流れていたりとかあと朝の6時55分から7時5分のちょうどこう電気がつく。 時ですよね6時、7時にこう電気がつきますから、まあ、その時の様子が何日分かあってです、ね、特にこうまあ変わった、まあ、特に変わったない状況を見せたいのかもしれませんが、まあ、意外とこの、何ていうんでしょう、寝てるだけの映像とか、これをなぜ入管庁が出してきたのかなというのが、いまいちこう意図が分からないような映像もあります、まあ、そういった意味で、295時間とも言われていますけれども、 この VTR をです、ね、全部やはりこう本委員会に提出すべきじゃないかと思いますが、入管庁、改めていかがでしょうか出入国在留管理庁、西山次長、えー、このビデオ映像につきましては、えー、情報公開法上お不開示情報、えー、不開示情報として取り扱っているものであることに加えまして、 現在、訴訟継続中の個別案件に関わるものでございますので、私どもとしては、えー、この開示につきましては、えー、差し控えるべきと考えてございます。 石川大賀君、はい、あのウィシュマさんのご遺族のワヨミさんとポール・ニマさんがです、ね、VTR を見た後に、この VTR を広く国民の皆さんに見てほしいと、えー、日本にいる外国人の皆さんにも見てほしいというふうに涙ながらに訴えておりました。ぜひ委員会としてです、ね、この時間 あの提出をしろということを、理事会として決定していただきたく、ご協議をお願いしますただいまの件につきましては、五国理事会において協議いたします、はい、石川大賀君あともう1点なんですけれども、えーと、このビデオなんですが、私たちが見た画像というのはです、ね、実は我々のこのメンバーの委員ではなくてです、ね、前の法務委員会の皆さんが指摘をして、入管庁が提出をして、週3で見たということでして。 私先ほども申し上げましたけれどもあの見ていてですねなぜここの場面が映っているのかあるいはこのやり取りの後どうなって のかというところがです、ね、非常に気になるところがありまして、まあ、ノートにいろいろ絵も含めて書いてみましたが、何か所がです、ね、やっぱりこのあと VTR どうなったんだろうっていう、VTR っていうふうにです、ね、このあと VTR がないとかです、ね、このあとどうなったんだっていうことを書いた場所がいくつかありますので、まあ、そういった意味で、まあ、皆さんもそういった感想をお持ちだと思いますので、委員の皆さん、ぜひ我々が指摘をした部分もしっかりと反映した形の VTR。 これを見るということを理事会で協議をいただきたいんですがお願いします。はい。ただ今の件につきましても各国理事会において協議いたします。石川大学君。どうぞよろしくお願いいたします。そしてビデオを見ていて一番こう思ったことというのはですね、石川さんの命をどこの場面でこう救えたのだろうか、何とか助けられなかったのだろうかということでですね、そういう思いで私 VTR 映像を見させていたただきました、まあ、どの時点で救急搬送していたら助かったのだろうか、まあ、どの時点で、まあ、上島さんの求める点滴をすれば、彼女の命を救えたのかというふうに思いながら、この動画を見させていただきました、えー、入管庁としては、まあ、大きな反省の下、業務を行っていただいているわけだと思いますけれども、入管庁としてはいつの時点で、えー、彼女、上島さんを救急搬送していれば、まあ、助かったんじゃないかというふうにお考えでしょうか。西山次長 委員、お尋ねの点につきましては、現在、訴訟継続中の中で、この訴訟の争点に関わる事項でもございますことから、お答えは差し控えさせていただきます石川大河君。いやあの、西山さん、これだけのです、ね、分厚い報告書を出していて、も持つのも重いような調査報告書です。こここのの中ででで、まあ、訴訟てているととはいえですよ入管庁としてこの時点で 救急搬送をしていれば、彼女は助かったんじゃないかというです、ね、本当に基礎的な部分、初歩の初歩の部分が答えられないというのはです、ね、本当にいかがなものかというふうに思います、私、見ていまして、えー、2月の15日の段階で,です、ね、これ、ケトン体の数字が3プラスと、まあ、VTR は2月15日なくてです、ね、始まったのが2月の2 0確か2日だったと思いますけれども、2月の22日って相当弱っ ってますよねで2月の23日でも、もう痛い痛い、息がああ、ああ、担当さん、担当さんが静かにしといてよと言ってますね、担当、早く、まだで、バケツでこれ、白紙ですよね、で吐いてるときもです、ね、本当にこう言葉にならないような、いわゆるこうなんていうんでしょうね、普通にこう戻しているというよりも、悲痛な戻し方。 ですよねあと死ぬとも言ってますね、大丈夫って担当さんが言うんですが、だめ、吐くからバケツをしバケツ以外が欲しいっていうと、担当さんが何かあるかなと言ってるんですが、上島さんが死ぬっていうと、まあ、死なないよ、死んだら困るもん、死なないよ、死なないで、で上島さんが大丈夫じゃない、早く救急車呼んでっていうふうに言ってるんですね。でで、まあ、この状況で少なくても VTR から見る限り、3月の20あ、ごめんなさい、2月ですね、2月の22日の段階で、2月の22日の段階で、このかなり長時間入っているシーン、ここで,です、ね、やっぱり救急車を、これ、2匹委員も言ってましたけれども、ここの場面で,です、ね、救急車を呼ぶべきだったと思います、そしてまた2月15日にはケトン体が3プラス出ていると、まあ、ここの時点でも呼ぶべきだったと。 まあ救急車でなくてもですね入院させるべきだったと医師の診断、外部の病院に診てもらうべきだったと思いますが、改めて入管庁はどこの場面で上島さんを入院させる、あるいは救急車を呼ぶべきだったというふうにお考えでしょうか西山次長調査報告書におきましては、上島さんに対する医療的対応の在り方につき、医師を含む外部有識者からご意見、ご指摘をいただきながら事実を確認し、 2月下旬のウイシマさんの体調不良の訴えに対する組織的対応がなされ,たかったな,されなかったのはなぜか、また亡くなる2日前以降、ウイシマさんの体調に外観上の顕著な変化が見られるようになった後の対応は適切だったか、もっと早くに救急搬送できなかったかなどの点につき、考えられる問題点を幅広く抽出して検討を行っているところでございます。 もっと早くに救急搬送できなかったのかというお尋ねの点につきましては、えー、報告書におきまして、えー、ウィシュマさんが亡くなる当日にバイタルチェックで測定不能となっていたのに、それを受けた対応が取られなかったなど,などとして、外部の医療従事者へのアクセスの問題や、職員の意識や教育の問題が指摘されているところでございます。 このような検討結果を踏まえまして入管庁においてはこれまで使命と心得や救急対応マニュアルの発出による職員の意識改革有識者会議の提言を踏まえた医療体制の着実な強化などの改善策に取り組んできたところでございます石川大賀君あの全く解明になってないというふうに思いますみんな悪かったねみんな注意しましょうねみんな悪かったということで終わらせてはいけないと思うんですねこれしっかりとポイントをついて この時点で救急搬送すべきだったということをしっかり明確化することが大切だというふうに思います、それでもう時間もですねだいぶなくなってきましたけれども、私、これ読んだ、VTR7 時間見たときに、えー、にこやかな殺人だと思いました、笑顔の殺人だとも思いました、あのノート書きまして、うん、記録を取ってたんですけど、まあ、その見た見ながら感想をです、ね、書いたんですよね。 であの殴り書きで書いたんですけど、その時私が書いたのは、上島さんの状況を見れば、通常の判断能力があれば即救急車、即入院と分かるレベルだ、動くのは手と頭のみ、体を起こそうとしても横に動かそうとしても無理、まあ、本当に手が少し動くのと、ですね頭がこう動く、そして体をこう起こそうとしても、こうまたバタンとですねで、足は動かないという状態でした。入管職員は淡々と食事食事べようか バナナもぐもぐとかですね、頑張ってというふうに非常に明るく声をかけています、そこが非常に僕は恐ろしく感じました、まあ、通常、自分の母親、父親、まあ、あるいは兄弟ですとかですね、愛する人が、こういう状態になったときにです、ね、果たしてこういうことができるのか、そして、ウィシバさんが吐いても吐いてもです、ね、口にこうバナナとかです、ね、おかゆとか、そしてお弁当箱をです、ね、ジャーンとまで言ってましたからね。 見せてですねチキンとかオニオンとかチキンのトマトソース煮っていうんですねそのこれだけ弱ってる方にチキンのトマトソース煮だよって言って食べるっていうのはちょっと尋常な神経では正直ないというふうに思いましたルイシマさんはですね最終的にはそのご飯にお粥って言ってたんですけどお湯をかけてたんだと思うんですがお弁当箱のご飯をですねこうお湯をかけてそこをこう柔らかくしたものをスプーンで食べさせてもらってたんですね で通常、こう我々噛んでこう食べるわけですけど、ウィシュマさん、上を向きましてです、ね、こう体がこう一直線になる、口からこう胃までが一直線になるようにしてです、ね、こう重力でこのお米が落ちていくようにこう、こう止まってるんですよね、それを食べたということなのかということもです、ね、非常に憤りを覚えました、えー、本当にあの残虐な光景であり、私はかあの囲みで、人間が人間として機能していない。 入管職員の人間性が壊れてしまっているともメモに書きました、大臣、この VTR 見て、どのように思われましたか斉藤法務大臣あの。私も就任してすぐにあのビデオを、えー、配置をさせていただいたんですけれども、見させていただいたんですが、どうしてこういうことが起こるんだろうかということを率直に思いました。そ、えー、そししてその上でどうううたらまあこういう ことの再発を防ぐことができるかということの責任を同時に感じた、こう,いう率直な印象でありました、そゃその中で私自身もいろいろ疑問に思うことはございましたが、しかし私は医者でもありませんし、えー、それからその入管施設の実務について精通をしているわけでもありませんので、やはりあの第三者の専門家にしっかりと検証をしていただくということ。 があの私がやれることではないかというふうに思って、そして実際に調査委員会を作って、えー、第三者の人に入ってもらって、えーまあ、報告書がまとめられたということでありますので、私はそれを尊重して、えー、そこで指摘されたことを、 しっかりとやっていくということが私の使命だと思っていますし、それ以上の事実の解明につきましては、繰り返しますと私は専門家でもありませんので、今、訴訟が行われておりますので、訴訟の中でまあ明らかにされていくということをまあ見守っていきたいというふうに思っています。 石川大河君、申し合わせの時間ですおおめ願いしますあの今、大事なあのご発言があったと思います、私がやれることは、検証することなんだと、でその後にです、ね、あの過去のえこの検証のですね、報告書を尊重するというので、ちょっと残念なんですけれども、そうではなくて、まさに私がやれることとして、ですね、これは心理学者ですとか、まあ、そういった異常な入管という施設の中で閉ざされた状況で、人間がどう,もどうしてあれだけえ死にそうな人を目の前にしてですね、 残酷な態度が取れるのか、笑顔でいられるのかという、そういったことも含めて、これは報告書は報告書です、ぜひ人間斉藤健としてです、ね、これはあの私がやれることというふうにおっしゃいましたので、これは過去の方がやったことですから、私、斉藤健法務大臣がやれることとして、しっかりもう一回検証しなきゃだめだと、ぜひそれをお願いしたいということと、あとまあ委員会には当時の医師、看護師、まあ、局長、次長の参考人招致、これやっぱり聞かなきゃだめだというふうに思いますので、 私,私がやれることということで、委員会の中でしっかりとこれ、検証していかなければならないということ、そして、上島さんが死な,な,くてなぜ死ななくてはならなかったのか、まあ、その解明ができないと、まあ、入管庁の改善が成果を上げなければ、入管法の改正、これは審議できないということを改めて申し上げたいと思います。